旦那が半身不全になったのに病院にも来ないって何事？お姉さんってもうこんな風に呼んだらおかしいのか。障害者になったらような人でも言いたいわけ？状況が読み込めません。たかしに何かあったんですか？今朝事故にあったのよ。かわいそうな弟。そうなんですね。交通事故か何かでしょうか？飲酒プラス居眠り運転で電柱に突っ込んだらしいの。罰金や損害金も払うようだからもう大変。完全に自分が悪いですね。旦那がこんな目に遭ってるのにその言い方は何？あのさっきからその旦那って何ですか？は？たかしとはもう1年以上も前に離婚してますけど。知ってる。いやだったら。旦那も元旦那も同じようなもんでしょ？全然違いますよ。2年前の結婚式の時あなたはたかしに永遠の愛を誓ったよね。まああの時は。辞める時も健やかなる時もたかしを愛し慈しむんでしょ？その誓いは浮気された事実と離婚届を提出したことで取り消されました。そんなの私が許さない。は？知ってるでしょ、うちは両親も他界してるし頼れそうな親族もいないの。だからあなたが弟の面倒を見るしかないのよ。お姉さん、いや玲子さんが介護するという選択肢はないんですか？ないわよ。昼は男と遊んで夜はキャバで忙しいから。あの浮気相手の女性は私に慰謝料まで払って一緒になった人でしょ。あんなのとっくの昔に別の男作って消えたわ。少年がクソだったみたい。そうですか。何にせよ私はお断りです。だから許さないって。首を縦に振るまでどこまでも付きまとってやる。もう私は他人なんですよ。関係ない。本当にあなたは昔から変わってないですね。どういう意味よ。たかしと夫婦だった時から私はずっとあなたに困らされてきました。へえ。顔を合わせればブス嫁カス嫁と罵られ、時には暴力だって振るってきましたよね。忘れた。あざにならない程度にお腹や背中を殴ってきたでしょ。せいとか言って。私は空手2段だからね、コミュニケーションの一環としてつい手が出ちゃうのよ。ずっと怖かったし痛かったです。じゃあ弟にでも警察にでも相談すりゃよかったじゃん。警察はそんなことじゃ動いてくれません。それにたかしは私がいくら相談してもヘラヘラ笑ってました。弟は生粋のお姉ちゃん子だからね。それに加えて浮気までされたから離婚を決意したんです。私が出ていく時もあなたと彼は見下したような目で私を見てましたね。たかしに捨てられた姿があまりに惨めだったからさ。とにかく彼に同情する気は起きませんし、面倒だってもちろん見ません。何回同じこと言わせんの。私がやれって言ってんの。別に報告するつもりもありませんでしたが、もう再婚してますし。そうなの？はい、新しい家で夫と幸せに暮らしています。ですからもう私には二度と関わらないでください。ふーん、そっか。それならわかった。え？そういうことなら勘弁してあげるわよ。本当ですか？うん。その代わり最後に一度だけたかしの見舞いに来て。それで本当に終わりにするから。わかりました。でも変なこと考えてるわけじゃないですよね。何よそれ。何かしてきたらすぐに大声を出しますから。病院で騒ぎを起こすほど私だってバカじゃないわよ。ですよね。じゃあ今から病院の住所を送るからすぐに来てね。はい。数日後。ちょっと何してるんですか？こないだお見舞いどうもね。たかしも喜んでたわ。そうじゃなくて、なんであなたが私の家の前にいるんです？そりゃ用事があるからでしょ。なんで住所を知ってるのか聞いてるんですよ。尾行したから。え？こないだお見舞いに来た時こっそり後をつけたのよ。私の気配の消し方完璧だったでしょ。まさかそのために私を病院に来させたんですか？それ以外何かある？信じられない。あなたもたかしも妙にニヤニヤしてるから変だとは思ったけど。そんなことよりどこ行っちゃったのよ。 LINE じゃなくて直接話をしましょう。嫌です。なんで？私の顔を見るなり指をポキポキ鳴らしましたよね。それが？あなたが私を殴る時の合図です。どうせ暴力をちらつかせて無茶なこと言ってくるつもりでしょう。そんなことないってば。じゃあ何の用ですか？300万貸して。ほらやっぱり。
たかしの入院費とかでいろいろと金がかかんのよ。もしかしたら手術とかも必要になるかもしれないし。お断りします。あんた金持ってんでしょ、こんな立派な家に住んじゃって。旦那何してる人？あなたには関係ありません。あれ、なんだろうこれ。はい。玄関に白状女って傷がつけられてる。誰かが石か何かで引っ掛けたのかな。ひどいことするね。何してるんですか。なんで私がやったみたくなってんのよ。他に誰もいないでしょ。警察呼びますよ。呼べば？見たところ防犯カメラもないみたいだし、警察だってどうしようもないと思うけど。最低。あれあれ、なんか玄関の取っ手に犬の糞みたいなのがついてる。くっさ。もういい加減にしてください。ほんと世の中って物騒ね。でもこれくらいで済んでるならまだマシなんじゃない。どういう意味ですか。例えば夜中に火とかつけられちゃったらねえ。脅してるんですね。私はただ世間話を捨てるだけ。それよりお金明かしてくれるの？ねえ、ちょっと聞いてる？おい。ああ、すみません。ぼーっとしてんじゃないわよ。あの、ねえ子さん、300万円渡したらもう本当に終わりにしてくれますか？え？もう私に関わらないと約束してくれるのなら渡します。そんなお金本当にあるんだ。はい、銀行へ行けば。ふーん、いいわよ。きっちり耳を揃えて払うなら約束は守ってあげる。本当ですか。しつこい。わかりました。じゃあ今から銀行へ行って下ろしてきます。そこで待っててください。いいわ。言っとくけど警察なんか呼んだって無駄だからね。わかってますよ。では。1時間後。なめた真似しやがってこのクソ甘。ずいぶん派手にやってくれましたね。まだ痛くて立ち上がれない。この私に喧嘩売るなんてほんといい度胸してるわ。お金ならちゃんと渡したじゃないですか。まだそんなこと言ってるの。あんたが渡してきたのは300万じゃなくて300円でしょ。うっかりしてて。嘘つけ。完全に私をバカにしてたよね。これで勘弁してくだちゃいとか言っちゃって挑発してるとしか思えないわ。だからってこんなにボコボコにしなくても。いい、次はないわよ。また明日来るから必ず300万用意しておきなさい。やだ。は？あんたの言う通り次なんてもうないし。何急にタメ口になってんのよ。どうもありがとね、たくさん殴ってくれて。何言ってんの。何の意味もなく私があんなことすると思った？あんたが私を殴った時の音声は全てスマホで録音しといた。はあ？殴りながら随分いろいろなことを喋ってくれたね。明日までに300万用意しろ。次は家ごと燃やしてやる。私のパンチは痛いだろう。他にもたくさん。ふざけた真似して。あなたを待たせてる間私は銀行じゃなくボイスレコーダーを買いに行ってたのよ。でもよく考えたらスマホでいいじゃんって思って。うっかりしてたわ。そのデータ今すぐ消せ。嫌に決まってんでしょ。だったらすぐ行ってスマホを奪い取ってやる。バカなの。こんな大事な証拠ネット上に保存してないわけないじゃん。このクソ穴。それに私はもう家にいない。タクシーで警察署に向かってるから。嘘でしょ。被害届出すためにね。ちょっと待って。あー、お腹が痛い。ったく、アホみたいな力で殴ってくれちゃって。お願いだから話を聞いてね。って、ちょっと聞いてる？私の妻にまだ何かご用ですか？は？あんた誰よ？カナエの夫です。は？つい先ほど帰宅したんですが驚きました。妻がお腹を押さえてうずくまってるものですから。いや、それは愛する妻に随分なことしてくれたもんです。違うのよ。もう話は全て聞いてるのでとぼけるような態度は結構ですよ。ゴミカスの言い訳など聞きたくもありませんし。はあ？ああ、すみません。感情が高ぶるとつい口が悪くなってしまうんです。何なのよ。ところでもう豚箱にぶち込まれる覚悟は終わりなんですよね。え？傷害、脅し、器物損壊、300円を奪ってるので恐喝もあります。これだけ罪を重ねれば実刑は免れないでしょう。
弁護士の私が言うのだから間違いありません。あんた弁護士なの？クソ女にあんたと言われる筋合いはありませんが、そうですね。豚箱マジ？それから妻に対する接近禁止命令も出させていただきます。二度と近づかないでくださいね、このカメムシ。そんなのどうでもいい。刑務所に入るなんて嫌よ。妻の治療費と慰謝料および玄関を傷つけた損害賠償も請求させていただきます。支払いはきっちりお願いしますよ、この虫けら。あんたさっきから口悪すぎよ。だからそう言ったでしょ、記憶力ゴミカスなんですか。もううるさい。語彙力も皆無ですね。妻が言いたいことがあるそうなのでもう帰ります。あ、刑務所行きだってね、おめでとう。ちょっと話し合いましょうよ。これでようやく安心して暮らせるわ。お願い、もう二度とあなたには関われないから、今回だけは許して。しつこいな。許すわけないじゃん。私が刑務所に入ったら弟の面倒は誰が見るの？あんたには人の心ってもんがないわけ？もともとそんな気なかったくせによく言うわよ。他人の私に全部押し付けようとしてたんでしょ？それは。それに前も言ったけど、私はたかしに対する同情なんて持ち合わせてないの。私が病院へ行った時、あいつずっとニヤニヤしながら私のこと見てた。きっとあんたと二人で金取ってやろうぜみたいな話をしてたんでしょ？してない。正直に言えば許す。してた。はい、許さない。何なのよ。まさか離婚してまでこんな目に遭わされるとは思わなかった。あんたたち兄弟は一度じっくり反省した方がいいわ。そんな。じゃあもう病院に着いたから。え、たかしのとこに行ってるの？アホか、私の治療のためよ。夫が警察署より先に病院へ行こうって言うから。本当に優しい人だわ。何のろけてんのよ。あなたはお勤め頑張ってね。いや、看守のことせいとか言って殴っちゃダメよ。それじゃ。あ、待って。後日談。傷害、脅し、器物損壊に加え恐喝の罪で逮捕された玲子は懲役3年の判決を受けました。それだけあればさすがの彼女も少しは反省するんじゃないでしょうか。夫の助力もあって接見禁止命令も認められたので、たとえ玲子が出所しても私に絡んでくることはないでしょう。治療費や損害賠償、慰謝料などはもちろん請求しますけどね。たかしは障害年金をもらいながら一人細々と暮らしているそうです。飲酒運転の罰金や電柱を破損させた損害金などもあるので、かなり生活は苦しいみたいですけど、私はすっかり元気になり夫と共に平凡な毎日を送っています。彼の家族も優しい人ばかりなので今は本当に幸せです。